アドベンチャーゲーム。アドベンチャーゲームはコンピュータゲームのジャンルの一つ。一般的には a t b と略記される。メディアワークス等のごく一部のメディアでは ABEG と略記している。テキストまたはグラフィックスあるいはその両方によって現在プレイヤーの置かれている状況が提示され、それに対しプレイヤーが行動を入力すると行動の結果が提示されるので、 さらにその状況に対する行動を入力という操作を繰り返して進めていくコンピュータとプレイヤーとの対話形式で構成されるプレイングに反射神経を必要とせず提示される様々な情報から的確な行動を推理選択することが求められる思考型のゲームである同じ思考型のシミュレーションゲームやロールプレイングゲームなどとは 複数の項目からなる主人公の能力等を表す数値、経験値や攻撃力などが存在しない点で区別される。コンピュータゲームとしてのアドベンチャーゲームの始祖はコロッサルケーブアドベンチャーで1975年頃から米国の研究機関ネットワーク上で広まった。これは洞窟探検を題材に作成したゲームで最初に想定されていたプレイヤーは開発者の娘だった。 本作は単にアドベンチャーまたは端末に入力するコマンド文字列に由来するアドベントとも呼ばれこれがアドベンチャーゲームというジャンル名の由来となるその後同様のシステムと世界観を持ったゲームとしてズンゲオンが開発された同時期に同名で数開発されている詳細はダンジョン及びゾークの記事を参照これら二つの作品は 画面に表示されるメッセージを頼りに簡単な英語でコマンドを打ち込むもので画像を伴わず文字だけで進行する。このような形式は後にテキストアドベンチャーと呼ばれることになる。また、両作品には研究機関に属する研究者や大学院生がその余暇に業務用コンピュータで開発したところにも特徴がある。当時、コンピュータに触れることは一部の人間の特権であり、 それを自由に使いゲームさえもできるというような立場にある人間は極めて限られていたためである。米国でアップルコンピュータやコモドール等の家庭向けコンピュータ、いわゆるパソコンが発売されると、上記、アドベンチャー、ズンゲオンと同様のゲームが遊ばれるようになった。アドベンチャーには1980から81年にマイクロソフトが出したものがある。 ズンゲオンの名で開発されたゲームの一つが、ゾークとタイトルを改め商品化され、アップル通常で広くプレイされた。アドベンチャーゲーム市場が認知されると、企業が商品としてテキストアドベンチャーを開発するようになった。当時の主要メーカーとして、インフォーカームが挙げられる。インフォーカームのアドベンチャーゲームのパッケージには、ゲーム中に出てくるアイテムの実物、レシートの切れ端、マッチ、 名詞、雑誌などが同封されており、文字だけのゲーム世界に彩りを添える工夫がなされていた。アドベンチャーゲームは、リアルタイム処理など高度なプログラミングを要する、アクションゲームに比べて開発が容易であり、限られたハードウェアでもアイディア勝負に持ち込みやすい、市場でった。初期のコンピュータゲーム市場で、アドベンチャーが受け入れられ、数多くの製品がリリースされたのにはそうした事情も、あった。 ただし、プレイヤーが入力したコマンドを適切に処理するには、相応の技術が必要であった。前述のインフォーカー無製品では、当時としては、かなり高度な文法解析ルーチンが実装されており、のように、前置詞を省いた表現、いわゆるアドベンチャー英語は受け付けてくれなかった。前置詞は、実際に、ゲーム内容に関係しており、例えばでは、郵便受けの外観を、では、 郵便受けの中身を表示するようになっていた。このようなテキストアドベンチャーゲームは日本ではほとんど受け入れられなかった。表参道アドベンチャー、アスキー、暗闇の視点場にイガール殺人事件、ハドソンなどいくつの作品がリリースされたが、パソコン雑誌の編集者が余暇に作ったものが多く、米国のように企業が組織立って開発した例はほとんどない。理由として、 この時期の日本のコンピュータにおける日本語処理の問題が挙げられる。当時の家庭用パソコンでは画面解像度の問題から漢字表示が困難であり自然な日本語表現が不可能であった。また日本国外のテキストアドベンチャー作品は難解な文学的表現や古英語を用いている場合が多かった。逆にアメリカでは造句をはじめとするインフォーカームの テキストアドベンチャーゲームは、Z マシンと呼ばれる仮想マシンで開発されていたため、インフォーカームが活動を停止した1989年以降も、最新の環境で動作する Z マシンのエミュレーターがあればプレイすることができる。さらに、Z マシン用のソフトの開発ツール等も、ユーザーによって独自に整備されたため、21世紀になっても新作が作り続けられている。 Z マシンは日本語の表記に必要な2バイト文字の取り扱いに大きな政権があるため日本語へのローカライズは難しく、このムーブメントは日本ではほとんど知られていない。前説で述べたような文字だけのゲームからの発展として、一つにはローグのような文字による疑似グラフィックスの利用やコンピューター RPG へといった文化があった。一方、Apple II などは、 こういったゲームでの利用に適したテキストとグラフィックスを同時表示するモードを備えており、それを利用したゲームが開発された。米国ではミステリーハウスを皮切りにグラフィックスを伴ったゲームが開発された。ミステリーハウスの開発者はシエラオンラインを起こし、ウィザードプリンセスやタイムゾーンどの作品を次々に発表した。ペンギンソフトウェアのトランシルバニアも この時期を代表する作品として挙げられる。これら最初期のグラフィックス表示付きアドベンチャーは、Apple Zoo を使用ハードとしていた。ただし、米国ではテキストアドベンチャーも根強い人気を持っており、グラフィックアドベンチャーとテキストアドベンチャーはしばらく共存する状態が続いた。こうしたグラフィックス表示付きのアドベンチャーは、日本国内でも数多くの作品が発表された。 この時期の代表的作品には、ミステリーハウス、マイクロキャビン、スター・アーサー伝説三部作、T&E ソフト、デゼニランド、サラダの国のトマトビメ、ハドソン、ポートピア連続殺人事件、エニックスなどが挙げられる。これら国産アドベンチャーゲームも、米国のテキストアドベンチャーゲーム同様、基本的にキーボードから単語をコマンドとして、直接入力する方式であった。 ストーリーの大半は一般的な単語や事前にヒントのある単語で進めることができたが、ラスト近くなど特定の場面では事前のヒントが全くないまま、思いもよらない単語の入力が必要な場合もあった。これはゲームの難度を極度に高める結果となり、プレイヤーは唯一の回答であるコマンドを探して頭を悩ませ、極端な場合には辞書を片手に日常的な英単語を すべて打ち込んでみるといった攻略法すら行われた。メーカー側から切手などと交換にヒント集を送付するなど一定の救済策はあったものの、当時のアドベンチャーゲームは一本のソフトを終えるのに一年くらいかかるものであり、単なる言葉探しとみなされる傾向も強かった。コンピュータ自体の普及率の低さもあり、当時のアドベンチャーゲームは外して高度にマニアックなゲームジャンルであった。 キーボードから単語をコマンドとして直接入力するコマンド入力方式を採用しているアドベンチャーの後期の作品の中には単なる言葉探しになってしまうことを避けるためにファンク4キーによく使う単語を事前に用意しておきプレイヤーの負担を緩和しているものが出てきた。そして後日のコマンド選択方式へと発展することになる。 日本史上におけるグラフィックス付きアドベンチャーでは後期の作品の一部にアニメーションの技法が取り入れられた。これには画面上の登場人物が振り向いたりロボットが変形するなどのフルアニメーションに近いものから登場人物の目が時々まばきするといった限定的なものまで様々な形態があった。アメリカでは対策タイムゾーンに見られるように コマンド入力方式のゲームは成熟を迎えた。コマンド入力方式の次に開発されたものは、キング・エスクエストをはじめとする二次元画面内でキャラクターを移動させつつゲームを進行させる方式であった。この方式はアメリカでは複数のソフトが開発され、ミシシッピー殺人事件など一部が日本にも紹介されたが、日本では ハイドライドシリーズに代表されるアクション RPG が独自の発展を遂げており、キャラクター移動方式はこれに準じた形で発展していった。なお、キング、エスクエストのように三人称視点でキャラクターの移動先を間接的に指示して操作するタイプの国産アドベンチャーゲームは東京トワイライトバスターズ、クロックタワーシーズなど少数ながら制作されている。日本では コマンド入力方式の限界がキャラクター移動方式とは異なるアプローチからも打ち破られた。それはコマンドを単語として入力する代わりに事前に用意されたコマンドを画面に提示してユーザーに選択させるものでコマンド選択方式と呼ばれる。これを最初に採用したソフトは北海道連鎖殺人をホーツにし有である。コマンド選択方式は広く受け入れられ、 コマンド入力方式を芝叩たたく間に駆逐していった。また、コマンド選択方式では、キーボードを持たないコンシューマー系ーの移植も容易となる。ポートピア連続殺人事件は、コマンド選択方式へと作り直され、ファミリーコンピュータにも移植された、1985年。これは、初の家庭用ゲーム機用アドベンチャーゲームである。しかし、 コマンド選択方式はその性質上、ごく限られたコマンド選択の組み合わせしかユーザーに提示できなかった。そのため、どんなに凝ったシナリオを作成しても、ごく短時間でユーザーが攻略を終えてしまう、別の問題を抱え込むこととなった。すなわち、言葉探しによる時間稼ぎが通用しなくなったのである。一方で、日本においては、アクション RPG を含め、 コンピュータ RPG 全体がストーリーを色濃くする方向へと発展していた。そして RPG はコマンド選択方式やアドベンチャーのプレイ時間の問題をキャラクターの移動や経験値稼ぎによって自然な形で解消することが可能だった。その結果、徐々にコマンド選択方式も用いられなくなり、アドベンチャーゲームは RPG に吸収される形となった。 こうした作品の代表には、イース、ドラゴンクエストが挙げられる。これらの作品では、キャラクターの成長を楽しむといった RPG の特性と、ストーリー進行を楽しむアドベンチャーゲーム特性が、うまく融合されている。アーケードにおいて、動画をゲーム化した、レーザーディスクゲームが登場し、インタラクティブムービーの時代が幕を開けた。この時代、ドラゴンズレア、 1983年、忍者ハヤテ、1984年、タイムギャル、1985年などの全編アニメーションによるアクションアドベンチャーゲームが登場し、これらのゲームは家庭用にも移植された、くともさん。その後も家庭用において、ユミミミックス、1993年、ダイナーイラン、1997年、やるドラシリーズ、 1998年、2000年などの全編アニメーションによるアドベンチャーゲーが登場したものの、主流には至れず衰退した。2010年代になり、アニメシリーズの映像を流用する形で、コスト等の問題を解決し、スタインズ、ゲートエリート、2018年など、全編アニメーションアドベンチャーゲームが復活している。また、実写を盛り込んだ、 アドベンチャーゲームも登場し、最近でも2014年などが作られている。しかしながら 3DCG が写実的になるにつれ実写ベースのものは減っており、デトロイトビカムヒューマン2018年のようなリアルタイムベースのものが増えつつある。アメリカでは1984年にマッキントッシュでリリースされたをはじめとして、 マウスなどのポインティングデバイスで画面をクリックすることによりゲームを進めるポイントクリックアドンチャーが広まった。インチャンテッドセプターズはマウスを使って進めるとはいえテキストと静止画による画面表示とあらかじめ用意されたコマンドを選択して進める古いスタイルの名残を止めいたが1985年にがリリースした DJ ビューに始まるシリーズは画面上で対象物を ドラッグ操作するなど、より完全なポイントクリックアドベンチャーとして、商業的成功を収めた。日本でも、ポートピア連続殺人事件、1985年、水晶の竜、1986年などで、ファミコンのコントローラーを使った、ポイントクリックシステムが、部分的に採用された。1987年には、ルーカス・アーツが、マニアックマンションをリリースし、 そこで採用されたゲームエンジンスコームを使用して開発された一連のタイトルでヒットを飛ばした。後日の同級生ミストといったタイトルもポイントクリックシステムが有効的に使用されている。国内でのアドベンチャーゲームは RPG に通ったもしくは吸収されたかのように見受けられた。しかし、1992年にサウンドノベルを標榜した。 音切り層が開発された。同ソフトではエンディングにたどり着くことよりもシナリオ分岐それ自体を楽しむことに重点が置かれた。特にプレイ回数やエンディング到達回数に応じて選択肢が増えるゲームシステムは画的なアイディアだった。これはアドベンチャーゲームの最定義とも言えるもので以降のアドベンチャーゲーム作品に大きな影響を与えた。続いてかまいたちの夜。 サイレンなどが開発されている。黎明期のアダルトゲームは、天使たちの午後、1985年に見られるように、アドベンチャーゲームとして作られるケースが多かった。その後、アドベンチャーゲームの衰退に引きずられる形で、このような作品はあまり制作されなくなっていった。しかし、アドベンチャーゲームの手法を用いた、同級生、1992年、 同級生2が10万本のヒット作品となり、再びアドベンチャーゲームの体裁を取る作品が急増した。同級生に始まる一連のゲームは、謎解きのようなゲームとしての面白みよりも、シナリオ自体で見せる傾向が強い。特に2作目の同級生2が、ヒロインたちにおける後の泣き芸に通じる人間ドラマを展開したことは、この流れを決定づけた。こうした方向性は、 戦術のサウンドノベルにも波及していき、雫に続いて、ツーハートが開発された。これらのソフトは、ビジュアルノベルとも呼ばれた。また、複数の視点から一つのシナリオを見る、イブ、バーストエラーや、この世の果てで恋を歌う少女、ユーノーは、先進的なゲームシステムを開発し、アドベンチャーゲームに新機軸を打ち出した。独自のシステムを組み込み発展する一方で、各場面に、 プレイヤー側を適合させて簡易的な操作のみを行う選択肢方式の登場によりシステムそのものの簡略化を図る流れも生まれたこの場合見る聞くといった主体的な個別コマンドを駆使して場に変化を与えるのではなく A さんに例々のことを聞く B さんにアイテムを渡すすぐに駅へ向かうというよう場に応じてあらかじめ決められた行動パターンをいくつか提示することで 本来複数のコマンドを必要とした行動内容をダイレクトに選ばせるというシンプルなスタイルを確立した。これら選択肢の選び方によってイベントやエンディングが変化する分岐弁と後のシナリオ分岐やマルチエンドへと発展した。こうしたアダルトゲームの中には今週ーマーキーへの移植にあたってアダルト性を排し、アダルトではない一般的な意味でのサウンドノベル。 もしくはアドベンチャーゲームへと展開していくものも見られる。アメリカでは、アローンイン・ザ・ダーク、ミストなど 3DCG を用いたゲームが開発された。特に、ミストは大ヒットし、数多くの続編が開発されて、シリーズ化された。ミストは、アドベンチャーゲームを大人中心のメインストリーム市場に、初めて紹介した作品とも言われる。他にも、 アメリカのこの時期の作品はストーリーではなく、パズル的な要素が強く、グラフィックスの美しさや、世界観を楽しませるものが多い。日本のゲームでは、サイレントヒルがこの系統に属する。ただし、サイレントヒルは、ストーリーの比重もかなり高めであるが、ゲームの方向性のせいもあってか、和製アドベンチャーゲームであるにもかかわらず、日本国内よりも、国外で評価された。 日本のものでは他に、エコーナイトがある。伝統的な形式のアドベンチャーゲームは、1980年代、前半のマイコンブームと、ほぼ同時期に黄金期を迎えた。それ以降、コンピュータゲームの主役にはなっていない。しかし、携帯電話上で、いわゆる、ホリーミステリー三部作、ポートピア連続殺人事件、北海道連鎖殺人を法塚に醤油。 軽井沢誘拐案内がプレイできるようになるなど、過去の名作をリメイクする動きも見受けられる。旧来のアドベンチャーゲームに近い新作も、散発的ではあるものの携帯電話市場で開発されており、固定感想の存在も伺わせる。今週末期においては、和製ホラー映画的な作品や、携帯ゲーム機でも、法廷バトルと銘打った逆転裁判シリーズなどが制作され、後者は、 近年のアドベンチャーゲームとしては非常に調べなセールスを記録している。上記以外で現在主流なものとしては、アドベンチャーは本来は冒険や探検を意味する単語だが、日本で単にアドベンチャーゲームといえば冒険ゲームではなく、ほとんどが立ち絵、メッセージウィンドウでストーリーを進める話したいのスタイルを指す。これらの多くはかつてのように謎解きや、 言葉探しを主眼としたものではなく物語の表現形式の一つとして作成されている。そのような作品ではプレイヤーは画面に表示されるメッセージを読むことでストーリーを楽しむように想定されておりコマンド選択はそのままシナリオ分岐と直結している。さらには日暮らしのなく頃にのようにコマンド選択そのものを廃止ゲーム性をプレイヤーによる事件の推理とネット上での 推理に関する情報交換に求めた作品も現れている。こうした現状に対し、往年のプレイヤーは否定的な考えを持つ傾向が強い。だが、こうした作品の人気は高く、戦術の日暮らしのなく頃にやかまいたちの夜等はシリーズ化され、漫画やアニメ、テレビドラマなどへの展開も活発に行われている。ビジュアルノベルに属するアダルトゲームは、 フェイト、ステイナイトや、トハートに等の10万本を超えるヒット、ピークニズ、ランキング調べによって、相変わらず流星である。今週巻ー色による、ヒアバルとかやアニメその他への展開も、同様に進んでいる、戦術の、トハートには今週ー機からの逆色、アダルトゲーム化が行われた。対照的に、主に据え置き型の今週ー機及び、日本国外、主にアメリカの、 PC ゲームにおいては開発費用及び技術量の決定的な差もあって 3DCG を利用したアクションゲームもしくは FPS や TPS の外観操作システムを用いたシミュレーターとしての側面と路線を共にするアドベンチャーゲームが多い。逆に現在の 3D アクションゲームや FPS、TPS もアドベンチャーの要素が含まれているものが多く、 両者の境界線は現在では曖昧になってきている。日本国外では実写映画や欧米の漫画を意識した重厚な外観や世界観の作品が大半で、日本のビジュアルノベルや RPG に多いアニメ調のキャラクター軽めのファンタジー調の設定などが用いられることは稀である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。